カズヤの螺旋幻魔脚。この腰のねじれを見てください。こりゃダメだ、バグだなんて騒ぐのはやめてほしいかな。モデルのウェイトが破綻するほど極端に振られたモーションは良いモーションですよ。これは原作でもそうだったので OK として、進めさせてもらっていますが、本当はもっともっとやりすぎるべき。攻撃モーションを作る際、これはやりすぎということはほとんどありません。逆に全然足りていないということは日常茶飯事です。どうせ小さい画面の小さいことですから、同じ攻撃を作るのもぐっとやりすぎてちょうどいいぐらいに考えた方が良いです。アッパーするのにこのぐらいでは足りない、このぐらいは欲しい。まあ便宜上別の技で説明してしまいましたが、 OK と思ったものよりもさらにオーバーに動かすというぐらいでちょうど良いでしょう。初代スマブラ制作時、いや格闘ゲーム竜王の制作時かな、そのリグ構成は胴体と上腕がくっついており、ただ角度を変えるだけでした。つまり位置がずれない。人間って例えば肩の付け根位置を前後にずらすことができますよね。だからまあ当時は十分なモーションを作ることができませんでした。今はノウハウもたまり、ツールも進化していますから、だいぶ柔軟性が高いことができるようになってきました。モデルを止めた時の破綻を気にすぎて別途修正させられることはあるのですが、それは勢いを殺してしまいます。最初の 3D 格闘ゲームと言われるバーチャファイターの動きを見てください。この時からすごい完成度のモーションでしたが、上半身と下半身がほぼ逆向きになっているようなものもあります。可動範囲が理屈で正しいことが良いことではありません。モーションは行き過ぎるぐらいでちょうどと頭の中に刻んでいただければと思います。なお直線的な動きにおいては行き過ぎて少し戻るのも有効です。これはファミコン時代からすでにやっています。星のカービィ夢の泉の物語におけるニードル能力、3番の絵になってから4番の絵になるのですが、行き過ぎて戻る様がよく見えますね。